名前の意味がヤバいキャラ参戦。マキマ、木を切る道具のチェーンソーでマキマの木を切るとママになる。物心つく前に母親を亡くし、愛情を知らないデンジが求めていたのは恋愛ではなく母性だった。序盤でマキマがしてあげた抱きしめる、服を着せる、ご飯を食べさせるは全て母親が子供にすること。マキマという名前にはデンジが愛情を求めていたことが示唆されていた。八神ライト、凶悪な犯罪者の名前のため影響を考慮して絶対に現実にいない名前に設定した。ストーリーラストでライトが亡くなった後、謎の女性が天に向かって祈りを捧げていた。夜に神への祈りを月へと捧げる描写は八神ライトの名前そのものだった。ライトが報いを着て死ぬというラストは最初から決めていたと作者は話している。黒崎いちご、ブリーチでは人間は日本語、アランカルはスペイン語、クインシーはドイツ語が使用されている。イチゴを数字に直すと15、これをスペイン語にすると金星になる。この綴りはクインシーとほぼ一致し、途中で明かされたクインシーの力を持っていたことは最初から構想されていたと考えられる。